アスカの石造物は、奈良県アスカ地方及びその周辺に残る、アスカ時代に、石で作られた、異物、遺構の総称、花崗岩で作られたものが多い、用途のはっきりしないものが多く人物像も後に類例がなく、古代の日本の文化の主流となった仏教美術とは異質なものが多く、これらは謎の石造物と言われている、一部のものに同教との関係を示唆する見解がある。 猿石1702年に梅山古墳の西の田から掘り出された。詳細は猿石を参照石人像道祖神とも呼ばれる。1903年、趣味山石と同じ場所から発掘された石像で、岩に座った男性に女性が後ろから手を添えている。男性の足元から口まで内部に細い管が通り、途中で女性の口にも分岐していることから、 噴水施設であったと推測されている。衣装はアスカ町のものであるが、風貌から男女のモデルをペルシャインドに求める説もある。アスカ資料館では、実物の他に噴水装置として復元したものを展示している。人頭石顔石とも呼ばれる。高取町の三永寺の境内にある人の顔が彫られた石像で、現在は長水石に転用されている。 猿石と同時に掘り出されたと見られている。二面石立花寺境内にある前後に G 面が掘られた石像。亀石亀がうずくまったように見える巨石。詳細は亀石を山椒亀形石像物1998年、坂船石がある丘陵の下から発。詳細は坂船石遺跡を山椒マライシ国営安科歴史公園岩井戸地区への入り口付近にあり。 男性の陰形を思わせる石が斜めに突き立っている。仏教考古学者の石田主作により、マライ氏と命名された、旧域を示すための標石、橋脚として利用されたなどの説が出されているが確かな、用途は不明である。魅力石やスカデラの南西のアスカ川の東岸にあり、地蔵菩薩を思わせる形状をしている。高さ約2メートル、幅約1メートル。 常理性の標石とも言われるが確かな用途は不明である。この石を拝むと下半身の病気が治るという伝説があり、現在は石を覆う祠が建てられ信仰の対象となっている。詳細は、魅力石を参照し宮前市1902年、アスカ村石神の他から発掘された、浮き彫りが施された石を3段に積み上げられた噴水装置だが、外側の模様や、 内部の水路がつながらないことなどから本来は4段、内市5段であったと推測されている。日本書期には、西明天皇が外国からの使者を迎えて、趣味山石の下で共演を開いたことが記されており、文献と一致する唯一の石像物、アスカ資料館では、実物の他に4段に復元したものが展示されている。坂船石上部に幾何学的な溝が掘られた石、後年、 出水から出土したものと区別するため、丘の坂船石と呼ばれることもある。詳細は、坂船石遺跡を参照出水坂船石1916年、飛鳥村あざ泉ケチンダの他から出土した、文化財保護法以前の埋蔵物で、個人所有となり、現在は、京都の野村別邸、壁運送の庭に運ばれており、一般には公開されていないため直接見ることは、できないが、 レプリカがアスカ資料館に展示されている。詳細は坂船石遺跡泉坂船石を参照者席1935年に丘の坂船石から南へ10メートルほど離れたところで発掘された中央に車輪の跡のような溝が掘られた石。坂船石との関連の有無は論議があるが泉坂船石、車石を連携して アスカ資料館では洞水施設として展示されている。文様石向い原寺にある文様が掘られた石。一部を除き、江戸時代に作られた和田池に通じる用水路のトンネル内の壁石に転用された。河原の立石川原寺の東のアスカ川沿いで発見されたが、現在は埋め戻されている。丘の立石岡寺の山門の横を登ったところにある。 上居の立石石部大古墳から遠野峰に行く、道の途中にある、立部の立石アスカ村大技立部の定林寺石にあり、高さ約1メートルで、地元の伝承で、聖徳太子の幼年期の遊び道具などの関連伝説があり、奪い師とも呼ばれた。だが、加工岩製で、アスカの他の石像と同種のものである、頭、首、肩、 1 0トルの右目などの初期加工の痕跡があり、人面症とされている、小栗一式のまな板、鬼の接近詳細は、鬼のまな板、鬼の接近を参照マスダガン詳細は、マスダガンを参照。ありがとうございます。